はようございます。金沢デイ3、3日目ということで、今日はですね、もう先チェックアウトしてあとは帰るだけになってるんですけども、帰る前にどうしても寄りたい場所があるということで、どちらに寄るんですか？パン屋さんです。金沢のベーグルが美味しいパン屋さんですかね。うん、って書いてあった、うん、そこにちょっと一旦寄って、で今現在11時前ですかね、10時過ぎだから昼ご飯はお寿司、回転寿司って最後終わんねんな、うん、どうやら金沢は回転寿司もとっても美味しいっていう噂は聞いておりますので、回転寿司のね、もりもりというお店に行きたいなと思います。ではそんな感じで行ってみましょうということで、せーのちょい北海道のほら、あ、11時からだって。ルルルルルルル。では今から大阪へ向かって帰りたいと思います。ベーグル残念でしたけどね、まあ、ちゃんと寿司食べて帰るよ。うん、もりもり寿司、もりちゃんね、うん、普通の回転寿司に比べると美味しいって言われてるな。なんか車乗ったら久々な感じするな。ではじゃあ金沢にバイバイしに行こう。はい、バイバイ。もりもり寿司到着でございます。じゃじゃん、ミスった、何も用意しなかったぜ。甘エビ、白エビ、うん、何型でようかな、白エビが大丈夫。いただきます。うん、甘い。うわ、ウニ、イクラがある。スタバ行くやつ行っといて、待っとくわ。スタバ、これいかんよ。もういいか、行くんやったら行っといで。クッキー買ってこうかな。うん、買ってき。結局はスタバに行って、なんかクッキーを買いに行きました。ちょっと待ってます。今からですね、残りあと4時間ぐらいかけて帰りたいなと思います。こっちにピントが合わへんけど、前か、こんな感じでね、帰っていきたいなと思います。多分この後ですね、帰ってきてスタバのクッキー食べながら、うわー楽しかったな金沢って言いながら帰っていくんやと思いますが、まあ、こっからねまだ4時間かかるので、おそらく隣ですやすやね、寝ると思います。昨日行ったね、レザーのお店あるじゃないですか、スカンダっていうとこ、そこでねこのキーホルダーもらったんですよ。可愛くないですか、このキーホルダーは。なんか手と手が合わさってるやつで、夫婦でもらって僕はこの色にしたんですよ。店員さんがねこの色のレザー着てたから、なんかこれ見たら思い出すかなと思ってこの色にして、嫁はなんか黒を選んでました。人との出会いを大切にみたいな感じの意味らしいです。可愛いですよね。帰ってきた、帰ってきた。おかえり。うん、撮ってるキャラメルマキアート、うん、キャラメルマキアートのソースを、ね、と、うん、あ、それもらうわ。あ、ほんと、ケーキとパン迷って、うん、いろいろ迷っちゃって、うん、結局もうどうしてもパンやっぱ食べたかったから、うん、さっきベーグル行けなかったじゃん、うん、だからブルーベリーのもちもちパン買ってきちゃった。しかもこんな見て、季節限定でこんな可愛い袋に入れてくれたよ。スタバのご紹介はいいねんけどさ、寿司美味しかったよな、はい、お寿司美味しかった、ごめんごめん、寿司美味しかった。甘エビうまかったね。うまかった、うまかった。ちょっとね、贅沢するときなんかいいかもしれません。ね、ありがとうございます。ごちそうさまでした。普通の回転寿司よりちょい高めっていう感じかね。そうね。はい。それはビビるほど高いのは1日目の寿司を。勝手にお任せコースで選んでて、なんぼするのって言ったら、1人1万9000円、2万円ぐらいかな。2人でほんの4万やないか、言うてびっくりしましたけどもね。ね。まあ、今からだいたい3時間47分かかるので、はい、ぼっちら帰りましょう。はい、ゆっくり帰りましょう。うん、はい、では帰ります。はい、はい、ということで無事に帰ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はどうでしたか？楽しかったよ、ミカさん。楽しかったですか？うん、ありがとう。特にどれが楽しかった？でも、兼六園とかも良かった。兼六園も良かった、うん。で、一番印象に残ってるのは？せーの。寿司。寿司。はい。
ということでね、寿司旅行が2泊3日行ってきました。またコロナが落ち着いたらね、新幹線とかで行きたいなと思うんですけど、ちょっとこの状況なんで、まあ、今回車で行かせてもらいましたということで、また近々ですね、山梨の方にも、次はちょっとまた行きますので、それをお楽しみにしておいていただければなと思います。なんかどんどんちっちゃくなってきてるけど大丈夫、うん、もうちょっと早くなりたいな。そうか、わかりました。じゃあ終わりたいなと思います、うん、ではまた次の Vlog でお会いしましょう。ありがとうございました。